ひろこさん、頼む。この大塚を助けてくれ。みちこを助けてくれ。ひろこさん、この通りだ。死んだ両親に代わった私の幸せばかりを、その兄がどうして、なぜ私が恐ろしい前科者の妹だと他人に指を刺されるようなことをするんです。犯人は兄さんじゃありません。あの時先生が弁護を引き受けてさえくだされば、兄は死なずに済んだんです。兄は死なずに済んだんです。金子さんの名前、どうして知ってるんです？ライター？そんな全然知らない場所のことがどうして。私は千里眼じゃありません。ごめんなさい、でも先生が好きだったからいじめたのよ。